最後の新店さんは濃厚豚骨醤油ラーメンが登場。最高ですね。ありがとうございます。もう先ほどからありがとうしか言えないですから、ありがとうございます。最後も大分市です。大分市高松東に移転オープンしたのがこちら、うまいち商店です。今回移転オープンということで、はいはい、以前はどちらに？森町の方でやらせてもらっておりました。はい、で、はい、今回は高松東に。ここそもそも移転理由ってどういったことがあったんですか？そうですね、正直そのコロナっていうのも当然ありましたし、店舗の方のサイズがですね大きくて、それはそれで良かったんですけども、私が父の元でやり始めた時はもともと狭い店舗 でお客様とお話しながらするようなスタイルでやっぱやってきたんでですね、普通の町のラーメン屋さんとしてお客さんとお話しながらもう一回ちょっとやってみたいなって原点に戻っての形なの でそういう気持ちを抱いてここでまたやらせてもらおうかなと思って移転した次第でございますね。うまいち商店では豚骨醤油ラーメンと鶏塩ラーメンがいただけます。多くのお客さんが豚骨醤油ラーメンを注文するということで、こちらが特製濃厚豚骨醤油ラーメンになります。おお、はい、どうぞ。おいしそうで、豚骨のいい香りがしますね。ありがとうございます。いや、結構とろっとしてますね、はい、かなり濃いめに作ってますね。濃いめですか、はい、大好きです。ありがとうございます、はい、ではおお、深いですね。ありがとうございます。ちょっと麺も、麺もスープに合わせて特注で作ってますんで。最高ですね。ありがとうございます。もう先ほどからありがとうしか言えないですから、ありがとうございます。ガツンとくる濃厚な味わいの豚骨スープですね。はい、もうそういう風に言われるような形で意図的に濃く作っております。とろっとしてるんですけど、はい、ザラつきと言いますか。あ、そうです。それももう意図的にやらせてもらってますね。スープが濃厚でとろっとしてるのとよく絡みますよね、はい、すごい絡みます。特注麺でお願いしたんですけども、まあ、作る時に低加水にしてスープに絡みやすいような形ということで打ち合わせをかなりしまして、麺はストレート、縮れと2種類から選ぶことができます。全部を程よく自分が好きな形でやらせてもらってますので、うん、いい言葉持ってください。よろしくお願いします。ぜひ皆さんも食べた後はちょっと感想でいろいろ言ってもらえると嬉しいですね。もう僕いい笑顔で、もううちのスタッフいい笑顔でありがとうございましたと言えるんで、ぜひよろしくお願いします。濃厚な豚骨ラーメンでとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます、はい、実際大分の方っていうのはですね、豚骨が好きだってことでこちらで濃ゆい豚骨を出しました。ですけども、まあ、森町の時からですねやっぱり塩ラーメンを食べたいというお客さんも一定数しっかりいますので、そのお客さんにお答えできるような形で塩ラーメンの方それをお貸してもらってますので、そちらの方もご賞味いただければと思っております。うまいち商店のラーメン、うまし、うまし。濃厚豚骨醤油ラーメン、鶏塩ラーメンと楽しんでみてください。うまいち商店でした。